がバカにしてんの。バカにしてないでしょ、僕は。すごいなって言ってんだよ。わからん。ミニオンが出撃しました。なんかこの人も黄色おにぎりがついてるらしい。バルザハール。おいおい、なんだよ。はい、包丁外しちゃいけないんだよな。そういえば包丁外すのは許されないんだよ。ブッドはおにぎり友達じゃないかね。おにぎり友達。おじゃ昨日配信終わった後もちょっとやったんだよな。あれで おはい。ああ、ブラシ狙ってんだろこれ。ガグレット狙ってる。わかんだよ。それぐらいわかんだよ。お前狙ってんのわかんだよ。こっち見てたな。わかってんだよ。フラッシュ落ちです。あざます、あざます。あっはてると思うけどな、勝てると思うけどな、これ勝てると思うよ。敵を倒しました。ムンド友達いっぱい。ムンド。はい。生き残ればね。生き残れば、ね。はい、じゃあこんちゃん。このゲームには必勝法がある。そう、負け犬の自覚があるから。負け犬の自覚、チームが勝てばいいのよ。一人のゲームじゃないからこれ。今流れてきたお前と違って友達いっぱいいるんだなってコメントめ。イカラク、お前シェント買うんじゃねえか。シェンってどうなんだろう。満タンになるチャンプだもん。ムンド移動中。初めて言うこと言った。ちょサンファイアの、いない、いない。まあ売ると思ってないからな、まだ。スタンミはタンクで電光カスを受けるのが得意なんだな。グス、スタンミピコンチャ、キュー。ポンちゃん。グスメント。東京の言葉信じた。わらわら。ムンドだけ使っとけばダイヤ3くらいまでいけそう。ムンドブースト使う？ボロボロボロ。早く対面殺せ。なんかハテナピン変わってね。サディズム解除。マジ面白い。わらわら。ムンドこっち行く。待て待て、こういう時はワードを気に入ってた。ライジンは。わらわら。はい。待って、怖くないんだ。なんかトップに来るな。君がトップに来てもガンクには刺さんないんだよ。ムンド
クレート相手にダイバーやばい、わかるんだ。これ行ってーなー。あ、行きたい。敵を倒しました。やばっ。おームンド、ちょろいわこのゲーム、ちょろいぞこのゲーム。今ムンドを使えば今リーグオブレジェンドはちょろいの。マジか、俺トロキルしたら久々だってよ。トップで、うわー、味方も強いときた。魔導書を使いたい、魔導書。オッケーオッケー。何がムンド？アルティメット。うん。ムンド、どこ行く？ムンド、勝手にする。こんにちは。ライズが来るのは困る。これね、タクトゲット。D5 70LP ぐらいが。CS 取る瞬間。普段と使わないチャンプを使うとね。あー、降りねえか、無理か。あ、来た。さすがに無理か、さすがに無理か、さすがに無理か。うん、無理したな、ダメだったな。ちょ、過信しすぎてた僕は。あ、次戦闘状態、これ、まあ、待たないといけないのか。あと、最近食ってない。味方が倒されました。また君か。うわ、使っちゃったし。何か生かしたい、これを。オッケーオッケーオッケー。まあ、ワスワスワス、ビビったね。オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケーオッケー。行かせた行かせた。使わせた。全然グッドでしょ。
事故で疲れちゃったのに敵をサモスで切ってくれたなら前へ。はい、敵を倒しました。あー、勝ってないのか。エルスレグすごいな。ゴリ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 回復してくる。メイカ参拝は弱くないですか。もう9をノーマルキャストにすればノーマルの方が当たんない気がする。おじゃあ今ムンド強いんだよ。逃げた方がいいんでしょ、ムンドって。ナイス。味方がタワーを破壊しました。おー、ミッド折れんのか、強っ。はい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 。はい。はい。こんにちは。はい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 。敵を倒しました。アンストッパブル。はい。いや、それな、それな。はい。でも11レベルあったから多分俺ほぼほぼ死なないよ。ほぼほぼ死なない俺は。あ、でも俺回復阻害剣積んでんのか、やばいかもしれない。ワーモグ行った方がいいかな。なるほどだね。回復阻害剣阻害アイテム、いやそれでこうなっちゃうから。だから。そんな上にあんまなかったね。俺は戦闘求めてるんだけど、あんまりなかったな。おーまずい、おーまずい、おーまずい。敵を倒しました。アンストッパブル。味方説ないから。
敵を倒しました。味方がタワーを破壊しました。よーベイトなのこれは。俺にスキルを使ったの敵は。ケインも俺にウルトを使ってるからね。これ介護って思うでしょ。これ介護じゃないんだよね。よっ大介護。おい今日運がいい俺。今日運がいい。俺で微細で積んだら大変なことなんじゃね俺。今日これ2戦目。ちょっとムンドで負けるまで今日やっていいかい。ムンドで負けるまで。確かにボコボコにされてたかもな。もうでももしかしたら今のムンドってある程度ボコボコにされてもそのタンクとしての機能を果たせるようなステータスがあると俺は思ってるの。登っていけそうな気がしてきた。俺の限界をね、ムンド、俺トップをほぼやったことないスタンビジャパンがムンドで上がっていったらムンドは本物だってことになんの。ちょっとやってみよう。敵を倒しました。またソウルチャンプ見つけた俺は。いっ敵を倒しました。ダブルキル。待って。ちょっと飽きてきてんだよね。それもあんだよな。それはあんだよ。ちょっと飽きてきてるのはあるんだけど、今飽きたとか言ってる場合じゃない。このムンドっていうジャンプがもうバン常連になる前に使い倒すのが大切なんだよ。やべえめっちゃ勝つ俺。今日俺めっちゃ勝つな。今日配信始めて2000人